シアーシャ・ローナンはアイルランドの女優。名のサーシャはアイルランドゲール語で自由を意味する。日本ではシアーシャと表記、発音されるがエレンの部屋に出演した際にエレン・デジェネレスから送られた私の名前はスーャと書いたボードを持ったり、過去のインタビューではアメリカやイギリスだとサーシャと発音されることが多いと答えている。 しかし、アイルランドでは、発音記号で示されているように、シアーシャと発音されており、父、ポール・ローナンも、シアーシャと発音している。アメリカ合衆国のニューヨークに生まれる。両親は共にアイルランド人で、父親のポール・ローナンは俳優。3歳の時に両親と共に、アイルランドのカーロー圏に移り住んだ。9歳の時に、子役として、キャリアをスタートさせ、 アイルランドのテレビシリーズなどに出演した。2007年公開の、償いで13歳という史上7番目の若さで、アカデミー助演女優賞に、ノミネートされて、注目を集めた。2009年12月公開のピーター・ジャクソン、監督作品、ラブリー・ボーンの主役に抜擢され、放送映画批評家協会賞若手俳優賞。 ラスベガス映画批評家協会賞若手俳優賞など多くの賞を受賞した。2015年にはブルックリンに主演し英国インディペンデント映画賞主演女優賞を受賞。その後2度目のアカデミー賞及びゴールデングローブ賞にノミネート、3度目の英国アカデミー賞にノミネートされた。2016年3月には イボ・バン・ホーベ演出で話題となったアーサー・ミラー作、ルツボのダークな少女アビゲール・ウィリアムズ役で、ブロードウェイデビューした。2017年、人気シンガーのエド・シーランのミュージックビデオ、ゴールウェイ・ガールにて、エドの恋人を演じ、話題になった。また自身のグレタ・ガーウィグが単独で初めて監督を、務めた、レディ・バードで主演を務め、アカデミー賞、英国アカデミー賞、 全米映画俳優組合賞主演女優賞等の数々の映画賞にノミネートされゴールデングローブ賞主演女優賞を受賞した。2019年には再びガーウィグ監督とタッグを組みストーリー・オブ・マイ・ライフ、私の若草物語に主演した。本作でキャリア4度目となるアカデミー賞、5度目の英国アカデミー賞、4度目のゴールデングローブ賞等にノミネートされる。 ジェニファー・ローレンスに続き、史上2番目に若い4度アカデミー賞にノミネートされた女優となる。また、アイルランドアカデミー賞には10度ノミネートされ、そのうち9度を受賞している。9度の受賞は、イフタ受賞者内で最多で、また理事に選出されており、名実ともにアイルランドを代表する俳優である。ありがとうございます。